国連待機制度は国連平和維持活動の機動性を高めるため国連の加盟国があらかじめ必要な情報を通報しこれに基づき派遣時に国連が各国に協力を要請する事前派遣登録制度である国連治安維持活動局により提唱され1994年から運用が開始されている略称はアンせズ。この制度の登録国は 実際の個別の派遣については、国連の要請を断ることができ、2009年7月時点で88カ国が本制度に参加しており、日本は平成21年7月1日に登録した。国連待機制度では、国連加盟国側が一定期間内に提供可能な要因の種類、規模等の必要情報を国連に対しあらかじめ報告し、 その情報に基づいて国連側が各国に協力を要請する。協力に基づいて登録された要因は国連が定めたガイドラインに従って訓練され国連の指揮下になる。要請に応じた加盟国の協力のレベルは各加盟国の意思に委ねられるため原則として加盟国には協力の約束を遵守する義務はない。このため加盟国による 要院拠出が実行されるのは稀で2005年以降この制度の登録国が増えたという記録は見られない。1994年の稼働開始以後国連待機制度は別途設立された国連緊急即応待機旅団と連動してアフリカを中心に各地での PKO に運用されている。国連待機制度には2種類の参加レベルが想定されている。 参加レベル早期展開レベル派遣に際して180日までの派遣が求められるレベル。派遣に際して派遣時間の短縮や所定期間内の展開を保障するレベル。登録国には以下の能力が求められる。国連待機制度とは別個に設立された国連緊急速応待機両団はアンセズの制度を運用して 国連アンポリが設置した以下の平和維持活動に参加している。2009年7月以降、計88カ国が登録している。アンセズの登録国は次の通り。アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、バングラデシュ、ベラルーシ、ベルギー、ベ,ーベナン、ボリビア、ブラジル、ブルキナファソ、カンボジア、カナダ、チャド、チリ、中国。 本語民主共和国クロアチアチェコデンマーク22ドミニカ共和国23エクアドル24エジプト25エルサルバドル26エストニア27フィンランド28フランス29ガンビア30ドイツ31ガーナ32ギリシャ33グアテマラ34 ハンガリー35、インド36、アイルランド37、イタリア38、日本39、ヨルダン40、カザフスタン41、ケニア42、韓国43、キルギス44、ラトビア45、リトアニア46、マラウイ47、マレーシア48、マリ49、モルドバ。 50、モンゴル51、ミャンマー52、ナミビア53、ネパール54、オランダ55、ニュージーランド56、ニジェール57、ナイジェリア58、ノルウェー59。 パキスタン60、パラグアイ61、ペルー62、ポーランド63、ポルトガル64、ルーマニア65、ロシア66、セネガル67、シンガポール68、スロバキア69、スペイン70、スリランカ71、スウェーデン72、シリア73、タンザニア74。 第75、チュニジア76、トルコ77、ウガンダ78、ウクライナ79、イギリス80、アメリカ合衆国81、ウルグアイ82、ウズベキスタン83、ザンビア84、ジンバブエ参考、外務省、国連待機制度、カズマサスケユき、画期的な多国艦隊機軍システム案せずの失敗、国連 PKO 待機制度の現状とその展望、 外務省調査月報2002ナン、no. バー3ピアニッシモ82から83国連エチオピアエリートリアミッション外務省国連リベリアミッション外務省国連コートジボワール活動外務省国連スーダン宣見ミッション外務省国連スーダンミッション外務省国連 PKO 局メンバーステイツインザアンセズありがとうございます